顔出さないですけどね。風呂入ってないから。まあでも正直ね、静止画配信はね、マジでね、かそるからね。顔出さなくてもカメラの方がまだ人来る。やっぱ静止画飽きるからね。みんなね。あれ、そういえばお母ちゃんってあれじゃないですか。なんか、こっち来たとかつって、こっち来たら長瀞案内しますよとかつって、全然なんかそういうあれがないですけど。いろはすのね、クリームソーダ飲んだことある。めちゃくちゃうまい。マジで。え、なんかあれでしょ、透明なやつでしょ、透明なやつ。飲んだことない。なんか透明なやつだからそんな美味しくなさそうだなと思って。うん。あ、どうもこんにちは。うん。そんな美味しそうに感じないんだけど。見た目が。アサリご飯。アサリと、なんだこれ。タケノコ？わかんないけど。うん。1週間いました。あ、もう帰っちゃいました。全然連絡とかくれれば全然案内したのに。うん。うん。あ、うまい。会いたかったですね。そうですね、本当に。うん、うん、うまい。うん。あ、じゃあ、マイメロ送りましょうか。なんか、マイメロ欲しいって言ってたから。なんか、こっちに来て、なんか、なんだっけ、春じゃねえや。長瀞案内しますみたいな感じだったから、まあもし会うんだったらその時渡そうかなと思ってたんですけど。マイメロ送りましょうか。なんかめちゃめちゃアイテムとかもらっちゃってるし、欲しいんだったら全然あげますよ。うん。うん。うん、まあうまい、めっちゃうまいってわけでもないけど全然おいしい、まあ、めちゃくちゃうまいとは言わないけどバカが混ざしてるよ、うん、ニートの生活って楽しい、楽しいなら俺もやろうかな。あのね、確かに俺ニートに見え、あのね、見る人が見ればニートに見えるかもしんないけど、俺配信業だから、うん、あのさ、俺ね、ビートたけしさんにも言われたんですよ、うん、あの、世界の北野武史にも言われたんですよ。こいつ働いてるじゃねえかって。ニート武史。面白いですね。誰かニートのさ、やつがニートたけしっていう名前で配信開始したら面白いんじゃない？うん。若い野郎絶対働かねえやろ、この野郎とか。面白くねえか。あにゃにゃさん、風船15がございます。あれ、前ね、たけしさんの、
たけしの日本の味方っていう番組あるでしょ。あれで取材受けて、出演するはずだったんですよ。テレビなんですけど。でも、お蔵入りになっちゃって、ちょっとした事情で。大人の事情でお蔵入りになって、でも、その時に、たけしさんに、ね、俺が、ね、いろんな職業の人の金銭感覚みたいな、そういう回だったんですよ、それが。で、たけしさんとか今めちゃくちゃ金稼いでるけど、昔は全然ほら、ね、稼げなかった時代とか、そういう時とこうなんか金銭感覚変わりましたかみたいな。あとはいろんな職業のね、人の、どれぐらい給料もらってとか、そういう金銭感覚はどれぐらいかみたいな、そういう枠があった。枠っていうか、そういう回があったの。で、それで俺がニート代表で呼ばれて、ニートの金銭感覚みたいな感じで、ね、ニートで働かないで親の金よりはね、FX で溶かしてみたいな。でも俺が、その、放送してて、アフィリエイトとか、そういうんで収入ありますみたいな。うん。そういうんでなんか言ったんですよ。そしたら、こいつ収入があるし、働いてるじゃねえかって言われたの。たけしさんに。うん。ニートじゃねえじゃねえかって。たけしさんはだからね、やっぱすごいよね。見る目がある。本当に。やっぱさ、たけしさんでも結構いってるでしょ、年齢は。多分80歳ぐらいいってんのかな、もう。やっぱさ、結構高齢の方って、なんかそういう、なんつうんだろう。やっぱさ、まあ YouTuber とかもそうだけど、まあ YouTuber はでもちょっとあれだけど、なんつうの、アフィリエイトとかさ、そういうんでさ、稼いでる人のことをニートだってね、まともにこうちゃんとしたところでね、働いてないと、なんかニートみたいなイメージしかないと思う。やっぱ高齢の方って。ね、今の80歳の人とか絶対そんなさ、アフィリエイトはして家でぐーたらやってるだけで収入あるって言ったって、なんか働いてるってイメージないでしょ。ニートってイメージあるでしょ。それでもやっぱたけしさんはね、やっぱね、見る目が違いますよね。そう。やっぱ業界人ですから、うん。普通の、やっぱ人と見る目が違って、こいつ働いてるじゃねえかって。うん、やっぱあの人は天才だわ。うん。ああ。